こんばんは。ウィークリー千葉県、小杉真希です。春本優奈です。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしています。番組のおしまいには素敵なプレゼントのお知らせもありますので、そちらもお楽しみに。まずは千葉県の主な出来事からお伝えします。13日水曜日、県と社会奉仕団体が連携し、子どもの居場所づくりの支援に取り組むための協定を結びました。協定では子ども食堂をはじめとする子どもの居場所づくりを支援していくため、ライオンズクラブが去年開設した子ども食堂等支援基金による支援や、そうした取り組みを県が情報発信していくことなどが盛り込まれています。ライオンズクラブ国際協会333C地区の藤原地区ガバナーは、これからも子ども食堂を支援していくと述べ、熊谷知事は子どもの貧困対策や地域コミュニティを振興する上でも子ども食堂などの役割は重要と強調しました。14日木曜日、コスモス交通安全協力会による自転車用反射材サイクルリフレクターの贈呈式が行われました。コスモス交通安全協力会は、交通事故の防止や交通安全意識の啓発のため、昭和43年に千葉工業銀行と千葉日報社で設立された団体で、平成6年度から千葉県の子どもたちにサイクルリフレクターなどを贈呈しています。今年度は3万個が贈呈され、県の配布分4万1000個と合わせて7万1000個、県内すべての中学校および特別支援学校中学部の新入生等に配布できることになりました。以上、千葉県の主な出来事でした。特集です。ゆなちゃんのリポートでお送りします。はい、今日は富津海の恵みです。さあ問題です。私はどんな海の恵みをリポートしてきたでしょうか。富津の海の恵みといえば海苔が有名なんですが、海苔の旬は冬のはずですよね。東京湾の地魚、スズキ、アジ、アナゴかな。とっても勘の鋭いお答え、ありがとうございます。ただ最初のリポートはお魚じゃありません。マキさんもこうやって楽しむことができるあれです。先月始まったばかりのこれですね。それです。一足先に楽しんできちゃいました。富津岬にやってきました。東京湾に向かってちょこんと突き出ている富津岬、ちょうどチーバくんのお腹のあたりです。その富津岬で楽しむ海の恵み、そう、潮干狩りです。富津海岸潮干狩り場、県立富津公園に隣接した遠浅の海岸で3月から8月まで潮干狩りを楽しむことができます。本日のファッションチェック、まずは帽子。この季節日差しは想像以上に強いです。続いて防寒着、春とはいえど海沿いはまだまだ寒いです。そして履物、貝殻で怪我をする可能性があるので靴は必ず履いてください。長靴があるとベストです。チケットを買いましょう。大人1人お願いします。大人1人2000円、貝を入れる網袋ももらえます。じゃじゃじゃーん。本日の持ち物チェック、まずは何といっても熊手、これは潮干狩り場でも買えます。そして貝を入れる入れ物、こんなクーラーボックスがあると便利です。空のペットボトル、砂出し用の綺麗な海水がもらえます。そして着替えやタオル、ついつい潮干狩りに夢中になって服が濡れちゃうかも。では早速潮干狩りへ。私潮干狩り
やるのが本当に小学生以来なんですけれども、はい、富津漁協の小坂さん、潮干狩りのコツを教えてください。もう3センチからね5センチ、うん、それ以上掘ったって何もダメですよ。熊手の深さより下に貝はいないので、サクサクっと掘って当たりがなかったら場所を変えるのがコツなんだそうです。なんか引っかかってるね、カキンとこの音がするんですよ、はい、そんなに深く行きすぎなくて、うん、そんな深く掘ってるんだね。あ、3センチからもう5センチぐらい、うん、お、取れた、ここいっぱいいます。これもここいっぱいいるポイントだ。ちょっと疲れを感じたら休憩所へ。更衣室もあるので便利に使えますよ。見て、こんなに今取れました。ここのポイントでまだまだいそう。大きい、こんなに取れました。達成感、楽しそう。あんなに簡単に取れるんですね。そうなんです。熊手よりも深いところに貝がいないって初めて知りました。はい、こうやってカリカリって当たりがあったらそこがポイントなんです。広く浅くたくさんいるってことなんですね。私も潮干狩り行きたいです。本当に楽しかったです。開催日やお出かけ時間の目安になる潮見表は富津漁協のホームページからダウンロードできますので、皆さんでぜひお出かけください。さあ、富津の海の恵み、もう一つリポートしてきたんですね。はい、二つ目はさっき牧さんがポロッと言ったアナゴです。やはり正解だったんですね。確か富津方面ではアナゴの体の模様が棒はかりに似ているということで、はかり目とも呼ばれているんですよね。そうなんです。今回はそのアナゴを楽しんできました。アナゴといえばお寿司ですかね。どんな料理が出てくるのか楽しみです。昭和初期から地元の皆さんに愛されているこちらのお店にお邪魔します。ご主人の大竹さん、おすすめのアナゴ料理は何ですか？アナゴの刺身をまず食べてみてください。へー、初めて食べますね。はい、アナゴのお刺身は生きてないとできないんで、4、5日水槽の中で生かして、それから調理します。4、5日かけて泥を吐かせると旨味が増すし、臭みも抜けて美味しくなります。ここがご主人の腕の見せ所。身も皮も柔らかいアナゴを手早くさばきます。自家製のポン酢で召し上がってみてください。はい、ではいただきます。はい、確かに臭みは全くなくて、ちょっとコリコリしてる感じ。そうですね、はい、歯ごたえはすごくあると思います。まあできてる状態なんで。アナゴってもっと小骨が多いのかと思ってました。アナゴ、これ実は骨抜いてないんですよ。はい、そのまま切ってるんですけど、骨のこう生えてる方向と逆方向に包丁入れてるんで全く気にならないと思います。すごい美味しいです。ああ、そうですか、ありがとうございます。次は二品目、焼きアナゴ重。わあ、まあ、うち独特の作り方なんで、結構ふっくらして柔らかく作ってあります。美味しそう。アナゴ料理の定番、焼きアナゴ。アナゴは身が柔らかい魚なので、このお店ではあることをしてから丁寧に焼き上げるんですが、それは企業秘密だそうです。ではいただきます。すごく美味しいです。ありがとうございます。身がふっくらしてていっぱい詰まってて、あとタレがものすごいご飯と合いますね。あのタレはうち特製のタレで、アナゴの骨を一緒にこう煮込んで出汁を取ってます。はい、すっごいご飯に合います。あ、そうですか、ありがとうございます。あと香りがものすごく香ばしいんですけれども、はい、最後仕上げに
ガスバーナーで強火で炙ってます。あ、そうなんだ、はい、バーナーで焦げ目をつくことによって香ばしさと旨味が増します。はい、まあ、香りとか見た目も、まあ、味の一つなんで、まあ、それもプラスされていると思います。多分周りがカリッと香ばしくて中はふわっとしてる感じ。まさにそれを目標にして本当ですか、はい、もう美味しいです。はい、ありがとうございます。富津の海の恵み、アナゴ堪能しました。お刺身に焼きアナゴ、美味しそうでした。私のリポートでは美味しさの10分の1くらいしか伝わっていないと思うので、皆さんもぜひ富津に行って味わってみてください。今回は富津海の恵みと題して潮干狩りとアナゴ料理紹介したんですが、美味しさ伝わりましたよ。でもまだまだ食べ足りないですね。アサリご飯とか地魚のお刺身とかキスの天ぷらとか、富津の海の恵みを紹介しきれなかったことが悔しいです。そういう意味では美味しさを10分の1も伝えていないかもしれないですね。じゃあこれからもしっかり食べてしっかり伝えてください。はい、以上特集でした。続いては菜の花瓶です。今回は食の千葉の一品を発掘2022一般部門の金賞を受賞したあるものです。それがこちらの芋けんぴになります。県内有数のさつまいもの名産地香取産の紅あずまを使用しております。美味しそうなんですけれど、商品名が少し変わっていますね。ネタ芋って何でしょうか？そうですね、ネタ芋というのは弊社独自の低温貯蔵技術で手間暇をかけてじっくり熟成させた、いわゆる寝かせた芋のことなんですよね。そのネタ芋を使った芋けんぴがこちらの商品になります。風味豊かな紅あずまをネタ芋にすることによって甘みと風味を最大限に出しているんです。原料本来の旨味を出すために一般のものよりも蜜を少なめにして芋本来の味を味わえるように味付けをしております。味も豊富に取り揃えております。シンプルな甘味と、あと一風変わった塩味、あとおつまみ代わりにもなる青のりなど、あとは期間限定で扱っている味もございます。スタジオのお二人には私が選んだ味をお届けしますので、ぜひ食べてみてください。ありがとうございます。私はシンプルな甘味いただきます。さつまいもの風味がしっかりあって甘くて美味しいです。私は青のりをいただきます。お芋の甘みもしっかりあるけど、海苔の香りもとても香ってきて、これは子供だけではなくて大人も好きそうな味です。紹介した商品は店頭販売のほかオンラインショップでも買えるそうです。食の千葉の一品、金賞の味、ぜひ一度お試しください。それではプレゼントです。今週はネタ芋けんぴを3名の方にプレゼントします。ご覧の必要事項、番組の感想を書き添えの上ご応募ください。さてウィークリー千葉県、来週の特集は松戸町巡りと題して町の歴史とご当地グルメを紹介します。それでは今週はこのあたりで失礼します。